第6位は自分の好きな要素がたくさん詰まったゲーム、タペストリーです。タペストリーはこの最初に配られる首都を発展させていくことを軸に、どのように発展させるかというと、この1,2,3,4 本のトラックを個人ボードにある資源を使って上げていくことで発展させていきます。この4本のトラックっていうのは探求、科学、軍事、技術です。そしてそのトラックの3つごとに、このタペストリーの非常に魅力である世界遺産を得ることができます。例えばこれはスペースシャトルですね、発射台ですね。ただ最初についたプレイヤーが世界遺産をもらえるので、どのトラックを自分は上げていこうかというのはすごく考えどころではあります。ゲームの最初にはこうした文明シートというものを1枚選びます。文明シートはゲーム中ずっと継続する効果なので、これによってだいぶゲームの流れなども変わってきます。また2ラウンド目、3ラウンド目、4ラウンド目に切り替わるときに、こうした50枚もあるタペストリーカードというものを使うことができます。で、このタペストリーカードっていうのが、そのラウンドごとの行動をガラッと変えてしまったり、置いた時点で効果を得られたりと、いろいろな効果があります。ソロプレイではプレイヤーと仮想敵オートマと、もう一つ影の帝国という3つの勢力で争います。オートマも影の帝国もどん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 トラックを上がっていき、世界遺産を取っていきますので、こことの早取り競争となります。オートマはどういうふうに行動するかというと、こういったオートマカードがあり、2枚めくって中央にあるこの組み合わせによって行動します。ちなみに上の水色が仮想的オートマで、下のグレーの方が影の帝国の行動です。オートマは上から順番に、影の帝国は下から順番にトラックを優先して上げていきます。1アクションで2枚引いて、次のプレイヤーの番の後に2枚引いて、ここの処理をしていきます。タペストリーの魅力の一つとして、まずこの4つのトラックがあります。4つのトラックがどこをメインにたどったとしても、それぞれの楽しさがあるんですね。例えばこの技術、技術というのはこうした技術カードというものがもらえるんですけども、技術カードは資源がもらえるものや点数がもらえるもの、それからこういった世界遺産、ここにない世界遺産をもらうこともできます。科学ですね、この緑の科学については、こうしたダイスを振ります。で、ここにはこの科学だけじゃなくて、軍事や探求、技術などの目もあるんですが、これを振ることで出た目のトラックを上げることができます。非常にランダム性が強いんですが、なかなか資源が足りないなって時に、科学でダイスを振ったりすると思わぬ、発展ができたりだとか、そういうこともある。偶然性は高いけど、なかなかギャンブル的で面白いトラックですね。次に軍事ですが、自分のね、こう領土を示すこういったトークンがあるんですけども、どんどん攻めていくことで領地を増やしていくことができます。で、領地を増やすことができたら、こういった勝利点や資源がもらえるダイスを振ることができます。で、この領地の数っていうのは結構大事でして、ラウンド終了時にボーナスがもらえるんですけども、領地の数によって点数が増えるっていうこともあるので、領地も取っていきたいですよね。そして最後、探求ですが、こういった地域タイルと呼ばれるタイルを
置くことで同じ地形に面した数だけ点数を伸ばすことができます。置ければね、その点数だけじゃなくてここに書いてあるアイコンがボーナスとしてもらえます。この探求なんですけども、最終的に宇宙にもこのように行けるようになってるんですね。これがすごいワクワクして、今回宇宙行けるかなとか、今日は宇宙行ってみようとかっていうのを目標にしてプレイすることも多かったです。次にこの文明カードとタペストリーカードですね。文明カードは全部で16種類あります。一部ソロには対応してない文明もあるんですが、それでも12種類の方針を持った文明があります。で、この文明カードなんですが、実は随時能力調整というか、強すぎる文明をちょっと弱くしたり、弱すぎる文明をちょっと強くしたいなどの調整が、そうですね、1年に1回ぐらいのペースではかけてくれています。なかなかこういうアナログのゲームなので、デジタルと違って調整というのはすぐに行うのは難しいと思うんですけども、自分もですね、その調整を見てこういった形で、まああまり綺麗ではありませんけども、調整をアップグレードさせて、で使えるようにはしています。こういったところもね、プレイヤーとしては長く遊べるということで嬉しいですよね。で、この文明はですね、資源がもらえたり、これ VP 勝利点がもらえたりします。で、大体毎ラウンド終わりぐらいに処理することが多いんですけども、ちょっと変わった文明だと、例えばこの流浪の民ですけれども、流浪の民はこの首都もう無視なんですよね。無視して首都に行くんじゃなくて、こっちの地域の方にこういった自分たちの拠点を立てていくっていうようなことをします。なのでプレイ感が結構ガラッと変わることが多いです。これだけ12種類ソロでも使える文明があるんで、いろんなプレイ感で遊ぶことができます。そしてこのタペストリーカードですけども、主に2種類あって、この時代って書かれているものは、このラウンド、例えばこれ4つ目に置くと4ラウンド目なんですけども、4ラウンド目にずっと効果を発揮するというもの。そしてもう一つはプレイ時とあるんですが、このタペストリーカードをプレイした時だけ効果を発揮するものと2種類あります。で、この時代っていうカードを選ぶと、その時代は買いというカードですと、この技術カードを発明するか、タペストリーカード1枚を獲得するたびに 3VP もらえるんですよね。なので、できるだけこの技術のトラックを上げて発明していこうっていう方針が取れるっていうように、まあラウンドに1枚なので、そのラウンドだけですけれども、方針をいろいろ考えて自分でプレイするっていうことが楽しいですね。1枚だけ異色のカードがあって、この待ち伏せというカードがあるんですけども、例えば自分の支配地に相手から軍事で攻撃されてしまったという時に、普通はこう負けで終わりなんですけども、この待ち伏せってカードを使うと、他プレイヤーがあなたの地域を征服しようとしていたら、このカードをプレイしてよい。そうしたならば、まあどれでも資源を一つ獲得して相手の全勝を倒すってことなので、逆転できるんですよね。このように、この待ち伏せだけはちょっと特殊なタペストリーカードですが、うまく使えればすごくいい効果になります。やっぱり世界遺産がこのゲームすごく魅力的なんですけども、世界遺産ができてくると、このような形でこのようにね、立派な首都になるんですよね。ぐるぐる回そうかな。まあこんなにね、綺麗に置けることはそうないんですけど、こうやってね、はみ出すのも一応 OK なので、ここの赤の丸に重ならなければ OK なんですけどね。こういった形でゲーム終了時に、おお、すごい街ができたなと、すごい首都ができたなと眺めるのもまたこのゲームの楽しいところ。で、ここに書いてあるんですけども、
ここの9マスをですね埋めると、例えばこうですね、こんな感じで9マス埋めると2の資源が1つもらえたりもしますし、例えばここの1行全部埋まってますよね。縦横の列と行が、きれいに一直線埋まるっていうことでも、勝利点 VP がもらえます。なのでここのパズル要素っていうのもなかなか面白いところですね。結構この赤のポッチ、これ立てられないよっていうところがなかなか憎くて綺麗に置ききれなかったりすることが多いんですよね。なのでどのトラックを走らせる予定か、その走らせる予定の先のこういう世界遺産ですね、世界遺産はどういう形をしていて、どれぐらいの大きさがあって、じゃあ自分のどこだったら埋まるかな、じゃあ先はそこに埋めといたら埋まなくなっちゃうからそこだけは開けとかなきゃいけないっていうような計画を立てて、プレイしていくっていうのも大事かなと思いますし、それもまた楽しいところです。ソロプレイは多少ルールの把握が必要ですが、しっかりトラックを発展させてこちらも軍事侵攻をかけていけます。ソロプレイもね、このように6段階の難易度があります。難易度調整もね、6段階とできるので自分に合う難易度でプレイすることができます。最初ね、このカードの読み方とか、あとはこのアイコンがね、まだまだ説明してないアイコンたくさんありますけれども、アイコンの読み方だとかで少しルール把握は必要です。ルール把握は必要なんですけども、相手もね結構人間らしい動きをするので、そこも実際に誰かと対戦してる感じがしていて面白いです。フィギュアも含めてすごく満足度の高いゲームかなと思いました。第5位はアルナック失われし遺跡と拡張の調査隊長です。今回はギリギリ間に合った調査隊長の拡張入りでランクインとさせていただきました。これ基本セットだけだとランキング10位以内に入るかどうかすごく迷ってたんですけども、入れてみて5位すごく良くなりましたね。すごく楽しかったです。6リーダーいるんですけども全てプレイしております。このゲームはアルナックの遺跡を冒険していったり、場所を探索していったり、時にはこうした守護者と呼ばれるモンスターを退治したり、異物と呼ばれるこの青いカードや道具と呼ばれるこの茶色いカードを駆使してどんどんこの遺跡の研究を進めて謎を解き明かしていくというゲームです。ゲームのシステムとしては、こうした左上のカードのマーク、乗り物や足のマークがあるんですけども、こうしたカードを使ってここの探検を行います。足がついているカードを使ったとしたら、このカードを使って任意の場所に置いて、置かれたところに書いてある効果、この場合だとコイン2つですけども、コイン2つを得ることができます。そしてこうしたコインやコンパスを支払うことによって、この道具カードや異物カードを購入し、さらに資源を得たり、そのカードの効果を得ていきます。この一度得たカードは自分のデッキに入っていきます。なので繰り返しこれが出てくることになりますね。こうして自分のデッキを強化していくデッキ構築という要素があるゲームです。なので巷でよく言われるのは、ワーカーを使う、ワーカープレイスメント足すデッキ構築というような言われ方をよくします。個人的にはカードとワーカープを置くっていうことも大事なんですけども、こういった資源をぐる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 回すリソースマネジメント、資源管理ですね、
そういうゲームの色が強いかなというふうには思っています。ここの探索するところも早取りですし、ここの研究も早く上がれば上がるほどポイントがたくさんもらえるような形になっています。ソロプレイではこのようなタイルを使ってライバルと呼ばれる仮想敵といかにポイントを多く稼げるかを競います。ソロプレイの動きも細かいところはちょっと分かりにくいところもあるんですが、基本的な動きは分かりやすくて、1枚めくったら使ってないワーカーを置くことでプレイヤー側が行動することを邪魔するというタイプの仮想敵ですね。例えば仮想敵も探検することができて、探検する場所はラウンドごとに、まあ、1レベルのところなのか2レベルのところなのか決まってるんですけども、矢印のある方向に探検しに行きます。例えば1レベルで左のところだったら、1レベルというのはここの部分なんですね。ここの2段の部分、一番下の方から処理をしていくので1レベルの下の左なので、ここにライバルは移動します。移動することによってこの偶像と呼ばれるタイルを一つライバルは獲得し、ここに場所を発見したので場所が見つかり、もしこのような守護者のタイルが書いてあるものがあれば、ここに守護者が現れます。またこのようにライバルもカードを購入していきます。この場合は道具で一番ポイントが高い一番左のカードを得てくださいということなので、一番高いのでも全て1点なのですが、一番左なのでここの左のカードを、これをライバルが得ていくというような処理をします。異物カードも一緒ですね。ポイントとしては必ずライバルが先行なのと、この10枚を全部めくり切るまで相手の手番が終わらないということですね。なので毎ラウンド毎ラウンド必ずこの10枚ライバルは引き切ります。なので毎回探検にも行くし、カードも買うし、あとは説明してませんでしたが虫眼鏡ですね、この研究トラックを上げていくという行動も取ります。まずはやっぱり資源をぐる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 させるのが面白いですね。例えば3つコンパスを払うと、このレベル1の部分が探検できるようになるんですけども、例えばここに探検したとして、そうするともうすでに1つコンパスがもらえるんですよね。でコンパスももらって、さらに開拓した場所の資源や、これはカードを引くですし、これはまあ恐怖カードを引くというものなんですけども、宝石の資源を得ることができます。そういう資源を得ることができ、さらにこう守護者が出てくるので、ここに書いてあるものを資源として出すことができると、この守護者のね効果っていう、これは1枚カードを捨てるっていうことなんですけど、恐怖カードっていうのはマイナス1点になってしまったり、まあデッキをね膨らませてしまうといいカードが出にくくなるので、そういった意味でもなくしたいカードなんですよね。なのでこれを裏返すことでこのカードを捨てるということができたりします。でさらにここに4つこの偶像というものを置くことができるんですけども、こうやって置くことによってこういった資源がまた得られるんですよね。で例えばこういう石板を2つ得たとして、こういう船のこう移動力があると、ここの虫眼鏡をさらに1つ上げることができるんです。そうするとまたコンパスが1つもらえて、さらに今回はここに2枚隠されてるんですけど、このうちの1枚を得ることができます。まあ、例えばコインを得たとしましょう。でコインを得ますよね。そうすると今度は道具カードが買える。道具カードはすぐには効果使えなくて、デッキの山の一番下に行ってしまうんですけども、カードを買える。まあこのねポイントも1点になりますし、こういった移動力としても使えます。こういった形で
何かを行うと何かを得られて、それを使ってまた別のことをしたり、カードを買ったりということで、どん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 アクションがつながっていくっていうのが、このゲームの一番面白いところかなというふうに思ってます。そのためのきっかけが、基本的にはこのワーカーが2つしかないっていうところが、まあ厳しくもあり考えどころなのかなと思うんですけども、でもこれでも結構いろんなことにつながっていきますよね。このつながって、あ、これもできる、あれもできるっていうのが面白いですね。それから研究トラックです。この研究トラックは競争ですね。一番上に早く上がれれば上がれるほど点数が高くなります。そして研究ですが、こういった2種類のトークンがあるんですね。この関係性なんですけど、虫眼鏡が行ってからしかこのノート本が行けないんですよね。まあ最初にこう虫眼鏡でよく探して、それをノートにつけるみたいなイメージでいいと思うんですけど、この順番も結構大事ですし、この虫眼鏡を上げることで得られるもの、本を上げることで得られるものっていうのがここに書いてあるんですけども、それぞれ違ったりするんですよね。でそれによって様々な効果を得られたりするんですが、一番大きいのはこういった助手ですね。雷書いてあるのは即時に使うことができるよっていうことなんですけども、この助手は裏表あって、効果がね、この金色の方が裏の効果ですけど、裏表で効果が違うんですよね。でうまく使うと1ターンでこう表使った、裏にした使ったみたいな形で2回プレイができたり、まあ、他のカードの効果でまた戻したりとか、そういうこともできるんで、この助手をうまく使うためにもやっぱ研究トラックって上げていくと結構メリットはあります。で今回この調査隊長っていう拡張が入ったことによって何が変わったかっていうと、基本セットだけだとプレイヤー何人いたとしても全部共通のスタートなんですよね。能力も変わりません。なんですが、ここにね、あの教授っていう方と、あと5種類計6人の調査隊長、隊長という呼ばれる人たちが入ったんですが、この人たちはそれぞれ固有に能力があって、それぞれ得意な分野があったりします。それによって6通りの楽しみ方が増えたっていうことですよね。大まかに説明すると、この2人がこのワーカーに特色がある2人です。こちらの隊長というリーダーは通常ワーカー2つなんですが、3つ目のワーカーとしてこういったワーカーを用意することができるので、3箇所に対して行動ができます。一方こちらの探検家は、ワーカーは通常2個なのに1つしか使えませんが、この食料というものを使うとあっちこっち飛んでいくことができます。ただしこういったコストを払わなきゃいけないので、この分のコストを確保した上でどう立ち回っていくかっていうのがすごく考えどころが増えるので、結構上級者向けかなというふうに感じています。個人的にはこの探検家はすごく面白いです。それからカードに特徴があるのがこの2つのリーダー。こちらの教授はこういう異物カードにすごく強みがあって、自分だけが買える異物カードをストックしておいたり、その異物を購入するためだけに資源をこうストックしておけるバッグがあったりします。でこちらの男爵夫人なんですけども、この男爵夫人はこういう道具カードに強みがあります。こうした道具カードを買うためのコインがどんどんもらえたり、道具カードって通常デッキの下に入るんですけども、これを買ってすぐ使えるようなギミックがあったりします。それからこの鷹城ですね。鷹城はこうした鷹トークンを飛ばしていくんですけども、この探検に強みがあるキャラクターです。カードなどを使ってどんどん鷹を遠くに飛ばしていくことで、そこの資源をもらってきたりしてくれます。そしてこの神秘化ですね。
この神秘化は通常忌み嫌われるこの恐怖カードを集めることによってこれを排除して排除したものを儀式として昇華させることによってこういった素材を得ることができるというちょっと特殊なキャラクターですね。調査隊長の拡張以外にもさらに難易度を上げるもの、先取りしないと相手に得点されてしまうもの、それから英語ですがキャンペーンモードといって、まあ、ストーリーを読みながら制限された条件の中でプレイしていくというソロのキャンペーンモードもあります。アルナックはソロプレイでの拡張についてすごく充実しているゲームだと思います。探検といったらお宝ですよね。こうして石板や宝石などもたくさん手に入る、それを使って探検を進める映画のジョーズを彷彿とさせる幅広い人が受け入れやすいテーマなのもいいですね。